でもロカテリー見てますよ。よくロカテリーの質問されて答えてないなと思って。ね、本当両足でパス振り分けられて、切り替えの時の守備もちゃんと超激しいっていうよりどこにボールこぼれてくるか予測したポジショニングしてるから、あとキックの蹴り方がちょっとベッカムと似てますね。左手を蹴る方と逆の手をこう伸ばしてハンドをつけるみたいな。短い距離だとそんなに上体ぶらさないで蹴るみたいな。ロカテリユーベが狙ってるって言って、そんなに激しくアップダウンするタイプじゃないけど、ダブルボランチだとバランス取りながら蹴散らすタイプで、3センターだとアンカーの脇で状況によって自分の仕事の役割変えるかなみたいな。ブスケツっぽくはないっすね。誰だろうな。別に、ああ、でもどうだろう。ピアニッチかな。でももうちょっと守備の時にカバーリング範囲は広いっすね。だピルロとセードルフの間みたいな感じかな。ああ、だからあれ、ラビオがもうちょっとロングパスするようなって感じですかね。あとはビッグクラブでどうだろうっていう感じですよね。